はい、それでございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日はまた会いたいを作るピークエンドの法則活用術ということでお伝えをしていきたいなと思っております。はい、まあ、ピークエンドの法則っていうのが心理学で証明されていてですね、これは何かっていうと、人はほとんどの経験を時間的な長さではなくて、まあ、ピーク、最も感情が高ぶった瞬間と、まあ、エンド、最後の印象の度合いで判断するっていうのがですね、証明されていると。 これは心理学の実験で60秒間手が痛いほどの水に手を突っ込んだっていう A のパターンと B のパターンは同じように60秒間手が痛くなるほど同じ温度の水に手を突っ込んでその後30秒間そこまで冷たくない水に手を入れるとどっちの方がもう1回やってもいいと思うかっていうと痛みの度合いでいくと一緒なんですよ。 60秒間手が痛いほどの水に突っ込んでるんですけど、後者の B の方が30秒間、まあ、手が痛くないような水に手を入れられるということで、最後の印象が良くなっているので、どっちもやってることは一緒なんだけど、まあ、多少印象が和らいでいるのが B ということで、まあ、最後の印象が良くなれば、まあ、全体的なその経験をしたことに対しての印象が良くなるということですね。 記憶に残るのは、まあ、一番楽しかった、もしくは一番辛かった。これがまあピークの部分。あと別れ際、エンドですね。なので学校とかの思い出を、例えば小学校とか中学校の時に思い出してほしいんですけど、すべての思い出を完璧に覚えてることってないわけですよ。じゃあ何を覚えてますかって言ったら、一番楽しかったこと、辛かったこと、別れ際っていうのが大体覚えてるパターンかなという感じですね。で私も野球部、高校時代野球部だったんですけど、 ま一番楽しかったことはホームランを打ったこと、一番つらかったことは監督にめちゃくちゃ怒られたこと、で別れ際監督、まあ、引退の時に監督に言われたことはまあ結構鮮明に覚えてるんですけど、他のことで結構忘れちゃってるんですよね。なんでもこれがまあピークエンドの法則ということで、その高校3年間ほとんど野球に費やしていたにもかかわらず、覚えてることは一番印象に残っていることと、まあ、最後監督から言ってもらった言葉みたいなことこれ誰しもが当てはまるというか、っていうのがまあ証明されているまあ心理学の実験の。 結果とということで,す、ね、で、まあ、テレアポであったり、飛び込みであったり、商談であったり、全部そうなんですけど、営業においてっていうところでいくと、なかなかそのピークを作るっていうのは難しいと思うんですよ。商品の説明で一番これ楽しかったみたいな話っていうのは難しいと思うので、営業の印象を良くするために、一番この中で意識をしなきゃいけないのは、別れ際、まあ、去り際ですね。なので、私が営業でよく意識しているのは、いかに、 いかにです笑顔でいかに追われるかというのをすごく大事にしているということですね。これ、私、新卒で入った会社の先輩にも入社して一番最初に言われたことが。 あのうまい説明もいらないとで、丁寧な説明はもちろん大事なんだけど、うまく説明しようとか、うまくプレゼンしようとか,なんか、そういうのを一旦考えなくていいから、とにかく打ち合わせの最後に笑顔で終われることだけは意識してなっていうのを言われて、これすごく、まあ、今こうやっていろいろ勉強したり調べたりして、あこういうことを言ってたんだなということを今、身に染みて感じるんですけど、なのでその先輩、アイスブレイクとかもいらないからと、ただとにかく最後、笑顔で終われるようにどうやって話をするかだけ考えてなって言われたら、本当にこのことを言ってたんだなと思うんですが、 その目線で考えると最後の最後で猛プッシュもう一回プッシュをすることですね猛烈なプッシュをするっていうのはお修理感を作るだけなので相手側の印象からするとですよあこの営業はすごいゴリゴリ売ってくるなっていう印象を自ら作り込んでしまっているということですよなので最後の最後に猛プッシュをかけるっていうのは一旦やめた方がいいですとじゃあ何をするのかなんですけど私よく言っている言葉が一つがですねあ最後に一つお伝えするの忘れてました って言うんで、すよでこの言葉の後に何を伝えるかなんですけど、これは商材の話とか契約の話とかじゃなくて、褒めるか相手の心配なんですよね。なんで、あ最後言うのいい言う、いくらけ言うの忘れてたんですけど、今日のネクタイかっこいいですねとか、<笑><笑>あ言うの忘れちゃったんですけど、オフィスすごい綺麗な方ってありましたねとか。えー もう他の心配のところでいけば、最後に一つだけこれがなんか熱くなるみたいな体調気をつけてくださいねとかインフルエンザ流行ってるんで気をつけてくださいねみたいな形で商材の話とか一旦全部ほったら置いといて一番最後相手のことを褒めたりとか相手のことを気遣う心配する言葉っていうのを伝えてあげるとあこの営業さん営業の人っていうのはまあなんか何かゴリゴリ売ろうとかじゃなくてちゃんと私のこと見てくれてるなとか、えー、私のことを。 気遣ってくれててるなっていうことが伝わるので、まあ、そういう印象を持ってもらう営業の方が、当然次の声もかけやすいわけですよね。例えば、ピークエンドの法則ということで、まあ、特にさり際は終わり、打ち合わせの終わった後、まあ、それこそ商談で座っていた場所場合でいけば、もういざ立ちますよっていう瞬間に、あ最後に一つだけお伝えするの忘れたんですけど、まずこれからぜひ、あの、暑くなるので、体調気をつけてくださいねみたいな一言が言えるかどうかっていう、この最後の印象が全体的なその営業マン、営業ウーマンの印象を決めていくので、ぜひピークエンドの法則を活用いただいて、自分の良い印象で、 笑顔で打ち合わわせが終われるように意識してていいたただきたいなと思っております。本日は以上です。営業チャンネル、本日もご覧いただきましてありがとうございました、えー。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、えー、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひ、えー、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、えー、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。